子供を泣かせたポケモンの高難度イベント、初代ポケモンで人影を選んだがゆえにニビッシーのたけしを突破できずに泣いた思い出があります。今回はこういった子供泣かせのイベントを紹介していく。アカネのミルタンク、ジムリーダーアカネのエース、積みポイントとしては技構成が凶悪すぎる点、メロメロ踏みつけ転がるという何を打たれても厄介な技を持つ。御三家のポケモンはオスの比率が高いため、メロメロが成功しやすく、さらにひるみ効果のある踏みつけで行動を縛ってくるため何もできずに全滅することもしばしば。アカネの転がるもメロメロもあんなに強かったのに自分で使ってみると弱くて萎える。110番道路のはるか、サイクリングロードの下で唐突に登場するライバル、ここの積みポイントとしてはジュプトルの存在。水五郎が進化すると沼九郎となり、草タイプが4倍弱点となり、さらに苦しい。攻略ポイントとしては進化させないことなのが皮肉である。ウルトラネクロズマ、ストーリーの終盤に登場する伝説ポケモン、積みポイントとしてはオーラによる全ステータスの上昇、種族値も高く、さらに特性貫通効果を持つフォトンゲイザーを持っているため生半可なポケモンでは太刀打ちができないレベルとなっており、初見で戦うと大体負ける。高難易度すぎるためにイリュージョンゾロアークで AI を騙すという攻略方法が確立された。